上野ドイツ文化村白愛記念館ドイツ商船、遭難の地の秘書像のベルリンの壁上野ドイツ文化村は沖縄県宮古島市上野にあるテーマパーク。旧上野村とドイツとの交流の歴史を背景として建設されたドイツ文化をテーマとしているライン川を見下ろす古城をマルクスブルク城を模した白愛記念館を中心に宿泊施設、子供向け施設、 レストランなどがある。2000年には沖縄における九州、沖縄サミットに出席したゲアハルト、シュレーダードイツ首相も訪れるなど、日独の文化交流の拠点となった。白愛記念館は2から3階にマルクスブルク城の内部が再現されており、8階には展望室が設けられている。キンダーハウスでは、グリムドーアに関する資料や、 クルミ割り人形等のドイツのおもちゃを展示。また、寄贈された2枚のベルリンの壁を展示している。壁は高さ4.3メートルのコンクリート製。西ベルリン側には大きな落書きがある。底部は東ベルリン側がより長く L 字型になっており、そこを掘っての逃亡を困難としている。この壁は東ドイツ通商公社が共産軍基地内に保管していた。 ベルリン分断の象徴となったブランデンブルク門前に設置されていた無傷の壁52個の中から選んだものである。ありがとうございます。